僕たちは来たんだよ、君の生まれた世界に。ここが私の夢見た場所。あなたたち新人が全員でオーディションを受けられるなんてめったにないチャンスよ。もしこれに受かればすぐにデビューできるってことじゃん。どうしよう。二度とないチャンスかもしれない。だから絶対もらったチャンスで失敗したくない。同じこと何で言わせるの。すいません。謝るくらいならちゃんとやってね。実は私このままじゃ声優を続けられないかもです。この声だから声が不謹慎って言われたり笑われたりな。応援とか有名人扱いとか今はそういうのすごく邪魔に感じるの。結構甘い考えしてるわね。ダメよ、軽く考えちゃ。やっぱりやめよう、こればかりはダメだよ。少しはプロ意識のあるタイプだと思ってたけど全然ダメ。あなたたち全員失格にします。どうしよう、産業廃棄物扱いかも。これで終わりだ。本物の声優って気がする。本物だよ、さすが売れっ子。3年前まで全然だったんだよ。よし頑張るぞ。私本当に声優として一歩踏み出したんだなって。テレビアニメ Q 2022年1月放送開始。今始まる。ここが私たちのスタートライン。